皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。アジアカップもベスト16が全てで揃った。順当なところ、そうでないところとあって、日本のサッカーファンにも日本が2位通過したことに不満もある人も少なくないと思う。アジアカップを舐めてるわけじゃないけど、やっぱり首位通過をしてほしかったというのが正直な気持ちです。十分その実力はあったからね。それを否定したいわけではなく、もう一つぐらい応援する国もあっていいんじゃないかって提案。なるほど。精神衛生上、それぐらいが良いのかもしれませんね。ユーロとかだと例えばスペインとオランダ、フランスとドイツとか、複数の国に贔屓がある人も珍しくないしね。ただアジアカップですよ。日本のライバルである国を応援なんて。今回の大会で言えばうってつけの国が一つある。石井監督率いるタイだね。タイは私も陰ながら応援してました。最終節もサウジ相手に引き分けは検討と言えるのでは。双方で突破が決まっているだけに、スタメンなども含めて積極的な試合とは言いづらい面もあったけど、サウジの PK 失敗、オフサイドで取り消しもあったもの、双方の鋭い攻撃はスコアレスとは思えない見応えがあったし、サウジが攻めて、タイが守る、この図式は変わらなかったけど、粘り強くタイは守って勝ち点1を獲得。というか、タイってグループ3試合で負けなしなのはもちろん、無失点ですよね。ちょっと頑張りすぎでは。元日の日本戦でも5点を取られ、ジョージアには8点を取られたチームとは思えない成長っぷりだね。石井監督もこの代表の成長について、元日に行った日本代表戦で前半攻め込まれながらも守備ができた。あそこでちょっとした成功体験があった。そこがきっかけにはなっているんじゃないか。私自身もピッチの横にいてインテンシティとスピード感、判断の速さを感じた。それは選手も感じた。トレーニングしていて、対人選手がかなり変わりました。と直前になって選手たちの成長を予感していたけど、ここまでとは思ってなかっただろうね。石井監督はこの試合について、相手の得点を阻止する必要があるので、これまでの2試合よりも守備的にプレーするつもりだ。しかし同時に、我々は隙を作り、得点も狙っていきたい。と抱負を語っていたものの、この日のタイのゴールキーパーのアヌインはこの試合が代表デビュー。 PK 止めたり、それ以外にもゴールキーパーとして安定したプレーを見せてましたが、まさか控え、しかも初キャップとは。この日の MOM にも選ばれたこのゴールキーパーの他にも新戦力として起用された選手を海外メディアは称賛。タイの監督である石井正忠にとって特に嬉しかったのは、数人の控え選手たちがこの大会でプレーし、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたことだろう。火曜日のベスト16でウズベキスタンと対戦する際、石井監督は実績のあるスタメンに戻す可能性が高いが、仕事をやり遂げることができることを証明した控え選手としての選択肢があることを知って心強いことは間違いない。と現在のタイ代表の充実っぷりを指摘し、タイは史上初めて、敗北を味わうことなくアジアカップのグループステージを終えた。グループステージを終えた時点で未だに失点がないのは前回王者であり開催国であるカタール、そしてタイ。わずかにこの2つだけ。タイ代表は今後も優勝候補ではないかもしれないが、勝つのが非常に難しいことは確かである。とこの大会のダークホースとしてタイ代表を評価している。無失点は立派ですもんね、すごい。初戦の勝利の勢いをそのままに、それ以降もスコアレスドローで乗り切ったタイ代表には現地ファンも大喜び。スコアレスだが面白い試合だった。サウジは中東で最高峰であり、タイは東南アジアの王様だ。インドネシアから祝福を。今日のゴールキーパーは最高だった。彼がデビュー戦だとはとても思えなかった。アジアのレベルが上がっていることをタイは証明し続けている。このグループでFIFAランク最下位だが3試合を終えて失点は0。石井マジック。タイはこの大会の後FIFAランクでも東南アジアでトップになるだろうがそれに値する。ベスト16でも頑張れ。未だかつてこんなタイ代表を見たことがなかった。規律正しく粘り強い。献身的でタフだ。サウジを相手に無失点で乗り切ることができる国はほんの一握りだ。タイの頑張りには敬意を表する。石井監督が植え付けたスピリット、ゴーエレファンツは誰にとっても簡単な相手じゃない。正直夜更かしするつもりはなかったが、この試合のおかげで気持ちよく眠れたよ。この試合はいくつのゴールの取り消しがあった？スリリングな試合。タイと共にグループを突破できたことを嬉しく思う。インドネシアより、一緒に頑張ろう。今の代表は素晴らしいが、ジャナキップやパン屋もいる。タイの未来は明るい。ゴー、タイ、今日のゴールキーパーがタイを象徴している。いつでも準備をし、出番には最善を尽くす。素晴らしかった、タイの皆様、私たちマレーシア人はこの大会で一緒に応援させてもらうよ。
3つのクリーンシート、ディフェンディングチャンピオンと我々しか達成していない快挙だ。東南アジアではトップだが世界ではトップ100がやっとだ。ここからもっと進歩しなければ。石井監督にはこれから先も長くタイで指導をしてほしい。代表でもクラブでも、彼は魔法をかけられる。タイはもちろんですけど、そういえばインドネシアもグループを突破することができたんですね。オマーンがキルギスに追いつかれて引き分けに終わったからね。中国もそうでしたが、勝ち点2では決勝トーナメント進出はさすがに厳しいですね。オマーンがグループ突破してたら中東勢が16カ国のうち10カ国を占めることになってたからバランスは良いかもね。これによって中東勢が9カ国、東アジアから日本、韓国で2カ国、オセアニアからオーストラリア、中央アジアからタジキスタンとウズベキスタン、そして東南アジアがタイとインドネシア。これでベスト16だね。しかしその中でも2位で突破を決めたタイのライバルであるベトナムのメディアが祝福。タイは東南アジア10が脱帽する成果を上げた。という記事では東南アジア諸国の戦いぶりを振り返り、ベトナムとマレーシアは最初の2試合で敗れたためグループステージ敗退となった。しかし、両チームとも懸命にプレーし、美しい別れを迎えた。と初戦で日本を苦しめたベトナム、最終節で韓国と引き分けたマレーシアを称賛しながらも、タイについては、タイチーム代表はノックアウトステージへの切符とともに、東南アジアサッカーに誇りをもたらしたことである。とカタールと並んで無失点で3試合を終えたライバルを称賛。インドネシアについても、これまで4度の出場を誇りながら全ての大会で早々に敗退している。今大会のアジアカップでの達成はまさにインドネシアサッカーにとって新たなマイルストーンとなる。と同じ東南アジアの仲間として祝福の記事を投稿している。しかしやはりタイの成績は快挙だね。その原動力と見られているのは日本人である石井監督。タイ代表がグループステージを無失点で勝ち進むのは史上初のことだがこの功績は新監督の石井正忠氏によるものだ。彼は堅実で効果的なプレイスタイルでチームを率いてまだ2ヶ月近くしか経っていない。都市、サウジ戦で多くのメンバーを入れ替えた石井監督の戦略についても紹介。最初の2試合で先発選手11人全員を変更することにした主な理由は、それぞれの選手のクオリティを見て変更する勇気があったからです。チーム全員で1ヶ月近く一緒にトレーニングをしてきたので、選手たちの能力は理解しています。現在のタイ代表チームは非常に優れており、大きな違いはありません。試合に応じて、誰が出場するか決めます。と日本代表を率いているかのようなコメントを、ゴールキーパーの初キャップなどには見る目の確かさを感じさせるね。続けて、タイの目標はこのアジアカップだけでなく、2026年のワールドカップ予選の残り4試合でもあり、最も効果的な方法で長期的な準備計画を検討する必要がある。と中長期的な視野でこの戦いに臨むとともに、ベスト16のウズベキスタン戦にも、まだ決めていないが、今はチーム全体で少し休んで臨みたい。練習して、決勝トーナメントの試合に向けて準備をしています。とここから先の戦いにも意欲を燃やしている。ウズベキスタンはグループの戦いを見る限り手強い相手だけど、今のタイ代表なら何かを起こす可能性があると思うね。ここから一発勝負で何があるかわからない試合が続きますもんね。そしてタイは日本と近い山なんですね。日本が勝ち進むことが前提ではあるけど、タイもウズベキスタン、そしておそらくカタール。この二つに勝てばベスト4。日本はバーレーンにおそらくイラン。こっちも強敵だけど、ベスト4でタイと再戦する可能性も残されている。厳しい相手ですがぜひとも頑張ってもらいたいですね。そしてタイと再戦し、勝つことができれば最高です。そうなると良いよね。これからも日本代表と共に戦いを見守っていきたいと思うよ。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。